白いヌナズナは、アブラナカ白いヌナズナ族の一年草。植物のモデル生物として有名。ユーラシア大陸から北アフリカ大陸原産の越年草である。日本においては、気化植物で、北海道から九州の海岸や低地の草地に分布する。生活型はロゼット型で、家計は高さ10から30センチメートルに達する。超実植物で、 花期は4から6月。慶長に相乗果樹を出し、花は白色で花びらを4枚持ち、多数つく。大抵は自家自粉によって種子を作り、聴覚化の果実をつける。発芽から種がつくまで1から2ヶ月と短い。葉やには毛があり、ロゼット葉は2から5センチメートルほど、形葉は2センチメートル前後の長大円形である。 2000年12月に植物としては初めて全ゲノム解読が終了した。ゲノムサイズは1.3億円基待。遺伝子数は約2万6千個と、喧嘩植物では最小の部類に入る。染色体は5体である。ゲノムサイズが小さいこと、1世代が約2ヶ月と短いこと、室内で容易に栽培できること、多数の種子が取れること、自家不和合成を持たないこと、 形質転換が容易であることなど、モデル生物としての利点を多く備えているため、研究材料として利用しやすい。多くの変異系統が維持されており、日本国内では、理科学研究所バイオリソースセンターやカズサ DNA 研究所などで CDNA 情報の公開、変異株の収集、維持、配布を行っている。国際宇宙ステーションでも生育実験を目的として、 栽培されていたが、給水設備の不調により、2008年6月、スペースシャトルディスカバリーにて、地球に持ち帰られることになった。白いヌナズナは1577年に、ドイツチューリンゲンシューノルトハウゼンの医師、ヨハネスタールによって、ハルツ山地で初めて発見され、ピロセラシリクサと命名された。1841年に、ドイツ人植物学者、 グスタフ・ハインホルトによって発見者であるタールにちなんで解明された。俗名のアラビドプシスはギリシア語でアラビスに似ているを意味する。白いのなずな ABNPO 法人自然観察大学子供と一緒に見つける草花散歩図鑑長岡書店2019年20ページありがとうございます。